スクールをご覧の皆さん、貞治八木です。ステップ5はダブルチェックしてみようです。いい質問です。楽曲を構成している一つ一つの音が果たして本当に必要な音なのかどうかをもう一度考え直す、もう一度聞き直してみるプロセスです。その楽器の音を音楽に入れてみるまでは機能しているかどうか、もしくは邪魔になってないかどうかっていうのは分かんないと思います。それで音楽がプラスの方向に向かってない印象を受ければ、まあ、またそれを除く、差し引いてみる、楽曲の中から除く勇気も必要かなと思います。ここで質問です。音作りにおいて正解不正解はありません。しかし僕の聞いた感じでは、この新しいパートは楽曲を良い方向に導く要素にはなっていません。楽曲を作っていく際に楽器数を増やしたり、プレイヤーの数を、演奏者の数を増やせばいいものができるわけではないので、楽曲とちゃんと会話をする、楽曲が何が必要なのかというところに焦点を当てながら制作を進めていくことが大事かなと思います。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり、踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。